知らせ。プレイバーン一挙放送が始まるぞイサミー。また会えるな、イサミー。2024年5月1日19例開始5時間12分。問題のシーンその1、私の中に早く乗るんだねっとり。シリアス終了のお知らせ。言い方。中井ミシン。なんで声震えてるんです？怖いし嫌らしい。問題のシーンその2、さっきからなんなんだこの歌は。作中でもリアルタイムでその BGM 流れてるんか。白真の名アドリブ。すべてはあのアドリブから始まった。この作品の方向性を決定づけた名言。問題のシーンその3、拷問。拷問の時間です。姫様これが拷問です。ぐへぇ？時代はイサ逆。イサミかわいそうをトレンド常連にしたかい。尊厳は懐中。筋骨悠々な24歳男自衛官主人公なのに可愛いが満場一致するバグ。問題のシーンその4、チャプター1。出会い、そして、結ばれる二人。くさ。熱い魂ねっちょり。キモ。結ばれるな。存在しない記憶。なんだこれ。ブレイバーンがキモキャラのせいでイサミが拷問に。スパロボでもやりました。問題のシーンその後イサミー、そろそろだよな、イサミー。ここ好き。情けなさすぎる。電波ジャックする余裕があるのね。ジラスじゃないか。情緒不安定ロボ。ここ素で草。問題のシーンその6、生理的に無理だ。ブンク。まあ同じ気持ちではある。生理的に無理お前ロボやろ。振られてやんの。問題のシーンその7、パージ。お肌けきたー。なぜ脱がせた。イサミかわいそう。どうして。レック。ブレイバーンはマジでレックしそう。インベルはする。問題のシーンその8、草原の肖像。それはそれとして。きたー。そしてこのエンディングである。今ニコ生でやってるブレイバーン一挙放送、例の主役二人のジョーラ歌い上げエンディングの度に大量のそれはそうと米が流れて意味がわからない。お口直し。お口汚し。なぜ脱ぐ。で、か。お酸っぱい。イサミのタワは。恋人つなぎすなー。なんなんすかねこれ。インシケーション。汚いインシケーション。歳月流り。問題のシーンその9、青さんに、素敵。やさぐれイサミで頬は絡めるな。恋は盲目。こいつやべえ女だったんか。視聴者の F が一気に高まった瞬間。さすが ATF の狂犬。問題のシーンその10、カモン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 。ギシギシ。激しいですね。お盛んなようで。盛り上がってるなぁ。ラブホだからね。隣の客の反応もくさ。これ絶対入ってるよね。医療行為です。問題のシーンその11、修羅場。ぐへぇ？どう見ても現行犯です。お楽しみでしたね。何してるんだ。イサミは怒っていい。問題のシーンその12、これ絶対入ってるよね。これ絶対。うほぉー。当ててんのよ。構図。ああ。寝技言語。襲うなよ。中しろ。腐ってやがる。みゆさん覚醒。本性を表したね。まさかこのホモがマジだったとは。問題のシーンその13、自前のアニメ風ロゴ投影。タイトルロゴがドーン。背景。背景でも主張していく。会話のドッジボール定期やめろ。なおスパロボでもこれをやらかした模様。問題のシーンその14、男の触手プレイ。屈強な男軍人と触手。え。通奏グロそう汚そう。また生理的に無理されてる。スミス美味しくない。ゲロの連鎖。こんな嬉しくない触手プレイがあるとは。問題のデスドライブズ。うわ出た。すべての元凶。交わる文字通り。スミスにゼロ目惚れのやべえやつ。リアルガとパルキアを一体でこなす最強格のデスドライブズ。単純な火力とか耐久力とかは劣るんだろうけど実際制作人的にはデスドライブズ最強だったクーヌスとそれに次ぐポータルチープム。問題のシーンその15、イサミを抱いて。伏線回収。クーヌス乗っ取り発覚。本当に溶け合うエンディングやつがあるか。イサミを抱いてイミシン。言い方。
イサミを抱いて戦っていた男。キモくない心の声バージョン。セルフイメージは爽やかだったんだな。実際に聞こえてるのはニチャつきブレイバーンボイスです。クーヌスの影響でねっとりしてただけ。問題のシーンその16、イサミママへの DV。 序盤以来の不憫シーン来る。サブミッション、イサミが死んじゃう。行く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 、イサミが行っちゃう。落ちろ。ここで56すな。よし、現場猫案件。イサミかわいそう。問題のシーンその17、おじさまの初めて奪う。ここ好き。ルルスペイ抜け空間。ルル×スペ。ルルがおじさまの初めてを奪う側とは。え、ヘブン状態。言い方行き過ぎた。問題のシーンその18、オペレーションボーンファイア。問題のシーンその19、イサミ感落ち。イサミがこんなに素直に。なんだこの BGM。白真のホモエンディング BGM。流れ変わったな。さっきから何なんだこの歌は。BGM おかしくね。イサミー。大好きだー。ルパンダイブスナー。なんだそのプルップルの唇。シリーズ屈指の大問題シーン。水着かい。ポリコレ困惑かい。敵の本拠地です。最終回手前です。まさみ監督もにっこりの狂気かい。これは今夜は燃え上がっちゃいますわ。女の子ってこういうのが好きなんでしょ。セクシーイサミ。俺たちは何を見せられているんだ。世界よ。これが多様性だ。これは陰頭のブレイバーン。今はクーヌスとかいう女の子成分入ってるから。お子様には見せられないよ。親の常時を目撃しちゃった娘。この後最後までボーンファイアした進行。問題のシーンその19、ミスターアジッコ。食レポ始まったよ。うまいぞ。ミスターアジッコやないかい。味を。思考放棄フェーズ。食べやすくしておいたイサミまで。思っていた以上にアジッコで草。サンライズに怒られろ。過ぎた演技しろ。直撃しろ、派だけしろ。この茶番地獄は敵の精神攻撃ではありません。問題のシーンその20、実は弱々セグにキス。合体の隙を狙われている。合体中を狙うとは卑怯な。ん、これほんまにあかんやつ。よっぱお前見かけ倒し全振りだったのか。関西弁で草。問題のシーンその21、なぜそこで仲間割れ。敵地のど真ん中で仲間割れを。まだ見えてるだけで敵2体いるんですが。感染のセグにキスさん。繰り返しますが敵の精神攻撃による仲間割れではありません。イサミは流されやすいから。この後のことも考えてもろて。ブレイバーンみたいなふざけたアニメじゃなかったら炎上してた。問題のシーンその22、イサミ壊れる。イサミ壊れちゃった。イサミのメンタル壊れちゃった。発狂したような演技からのこれ好き。これが素のイサミという。この後ゴキブリみたいにブレイバーンの中にカサカサ隠れに行くの好き。ブレイバーン昨日ニコ生一挙配信あったらしくて大草原。こんなん一気にすると脳ぶっ壊れるんじゃないか。ブレイバーンニコ生で見てるけどちょくちょく問題のシーンってコメが見える。冷静に考えてみるとやっぱり問題のシーンばかりなの。本当に笑っちゃう褒め言葉。問題のシーンが多すぎる。バディマウントとかラスボスクルとかが問題のシーンにカウントされないってなんなん。問題の満足度 97.7% アンケート。たっか。大きに、ほんま大きに。変なアニメだったけど、最後熱すぎて細かいとこはどうでもよくなった。いいアニメだった。円盤買うか、2決まってるぞ。勇気爆発版ブレイバーン、ブリューレイ、1。2024年5月10日金、発売予定です。ご視聴ありがとうございました。